はい、どうも、レイです。前回、初心者のこと、タイマンをやったんですけど、まあ、見事負けてしまったんですよ。で、今回は、かくれんぼタイマンっていうのが、まあ、最近流行ってるみたいなんで、多分俺が隠れても、あんま見つかる自信ないし、まあ、探すのって結構難しい。なんか塗るのが、まだね、上手くないと、初心者の頃って塗るの難しいじゃないですか。結構ね、一人で塗ろうとすると塗れないとこって結構あるんですよ。なので今回僕が探していきたいと思います。ステージはね、ちょっといろいろ考えたんだけど、高低差がないステージがいいかなと思ったんで、本部トラックとかかな。本部トラックで、やりたいと思います。さあ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 、1分間ね、ちょっと塗ってもらうんだけど、大丈夫かな、ルール。さあ、あと20秒になりました。1分間ってさ、あんま塗れないよね、言うて。しかも一人だと。あっさり見つかっちゃうかもね。よし、1分経ちました。あ、濡れてるね。こっち側は、こっち側さすがに濡れてないか。ここまで来れなかったんだろうな。濡れてるとこは、敵陣地の方だね。まあ、一応、濡れてないとこも探すか。もしかしたら、塗らないで隠れてる可能性もあるかな。俺に合わせてさ、動いてるわけでもない。いないね。いないこと確認したんで敵陣地行きますか。どこだろう。隙間なく塗るか。隙間作らないように塗ろっか。ここは？いないね。え、うまく隠れてるね。全然見当たんないわ。あ、いない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 。あれ？どこにもいないじゃん。え、どこにもいないじゃん。濡れてないとこにいんの？え、いなくね？ちょっと待って、いたんだけどさ、ちょっと待って。いたんだけどさ、ここさ、鬼行けないとこなんだけど。ちょっと、はい。あ、届かない。はい。あ、降りてきた。ここ俺行けないよ。あ、倒した。あ、見つけた。おい、行けないとこじゃん、ここ。なんで？なんでそこにいんの？